大船工作船は、神奈川県伊勢原市の大船ケーブル駅から、アフリ神社駅に至る大船観光電鉄のケーブルカーである。大船ケーブルカーと呼ばれている。丹沢山地の南東にある大山を登るケーブルカーで、山上にある大船アフリ神社への参詣のほか、大船、ヤビ峠方面へのハイキングなどに利用されている。江戸時代から、庶民の信仰を集めた、 大仙港で賑わいを見せた大山アフリ神社への 3K の瓶を測るために建設された。1928年に開業し、1944年まで大仙工作鉄道として営業していたが、戦後1965年になって、これを大仙観光電鉄の運営で復活した。戦時中不要不急路線として、旧市内市廃止されたケーブルカーの中では、 最も遅く復活開業した路線である。20分間隔で運行。多客機は増発や営業時間の延長が行われる。大仙ケーブル、アフリ神社間の所要時間は6分。2015年まで運行していた大仙ケーブルカー、大山号2015年まで約50年間使用された車両は丹沢号、大山号の2両であった。2005年10月に 最終の車両塗装デザイン変更と改装を行った。老朽化に伴う設備交換で2015年5月17日をもって運行を終了した。丹沢号の車体は千葉県いすみ市のポッポの丘で保存展示されている。2015年10月1日に新造車両が運行を開始した。デザインは小田急ロマンスカー VSE ムズや 箱根登山鉄道のアレグラ号のデザインを手掛けた岡部則明アーキテクチャーネットワークが担当。製造は小田急エンジニアリング、川崎重工業、大阪車両工業が担当した。車体色はブリリアントグリーンを基本とし、1号車はゴールド、2号車はシルバーの固有色が前面と側面に配されている。大船の特色ある長房、景観を取り込んだ。 展望車両というコンセプトで、山下側に展望席が設けられ、全面から屋根まで連なる大型曲面ガラスが採用されている。また車内照明や放送装置の電源用にリチウムイオン電池を搭載。高耐河川でリチウムイオン電池を充電する液構内以外は、長望を阻害していた河川を撤去した。ただ、2016年5月6月に発生した。 新型車両の危機トラブルによる運休や、箱根ロープウェイの全線運転再開で、観光客が大山から箱根に移った影響もあり、2017年5月19日までに、まとめた2016年度の乗客数が44万人と2014年度よりも2万9千人、少ない結果となっている。大山ケーブル駅大山寺駅、アフリ神社駅東端式ホーム2面1線の地上駅。 標高400メートル。2008年9月30日まで追い分け駅と称していた。当駅から山麓方面を結ぶ大山登山鉄道が接続する計画が存在したが、1961年に免許申請が取り下げられた。相対式ホーム2面2線の地上駅。標高512メートル。1番ホームと2番ホームは、湖泉橋で連絡している。 当駅で列車の交換を行う。列車により、発着番線が異なり、線路にケーブルがある方に上り、列車がケーブルがない方に下り、列車が発着する。行き違い箇所に設けられた中間駅は日本に現存する工作線では唯一である。2008年9月30日まで、不動前駅と称していた、端式ホーム一面一線の地上駅。 標高678メートル。2008年9月30日まで下社駅と称していた。かつては当駅から山頂までの延伸計画が存在したが、1937年に免許取り消しとなった。バス停から大仙観光電鉄大仙ケーブル駅までの間は、駒山道と言われる上り階段が続き、その沿道には、 多数のお土産屋や,や茶店が並ぶ観光地となっている。ありがとうございます。